ゲッチャ TV。 ゲッチャ TV 始まりです。わーい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。ゲッチャ TV の時間がやってまいりました。私司会を務めさせていただきますまみ先生でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、さて、ゲストはですね、はい、白川莉子ちゃんでございます。はい、白川莉子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。莉子ちゃんは何か PR とかございますか？はい、あります。はい、来年ワニブックさんから発売される清掃っていう雑誌に、うんうん、馬と多分一緒に写ると思うんですけど、グラビアやれる。馬とグラビアをやる。はい、それ馬のグラビアですか？馬馬と一緒に写る。馬と一緒に写ると思います、はい、多分。清掃っていうのは、はい、あの清らかな清掃ですか？あのローマ字で清掃です。はい、わかりました。はい、あれ間違えましたか？いやいや、間違ってないですよ。多分正しいんだと思います。そういう意味だと思います。でも清掃な意味ってことですか？そうですね。じゃあ清掃な莉子ちゃんを皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、では今日は莉子ちゃんをお迎えして XBOX ワールドコレクション、通称ワーコレ特集を行いたいと思います。ですね、ご紹介するゲームなんですけれども、シュレック2と、スワットグローバルストライクチームの2本をご紹介させていただきます。番組の最後にはプレゼントもございますので、皆さん最後までお見逃しなく。それでは1本目のゲームご紹介してくださるのはこの方でございます。どうも、こんばんは、こんにちは、ゆみこでございます。なんかね、まみ先生のオープニングはカツがないってチャットでかなり叩かれてます。誰がですか？そういうわけでね、こうガチッとね行こうと思ったんですけれども、ジュンニャンが、この力のなさがまみ先生のいいところですと。はい、でもガツガツ言った方がいいですからね。今日ジャージっぽいからですかね、やっぱ、ね、まあ、そのジャージっぽい人が遊ぶゲームじゃないですけれども、うん、はい、こちら今日1本目紹介するのはこれ、スワット。スワットですよ。あんまり人が緩いところ映さないでもらいたいと思います。まあちょっとこっちいいですか、はい、はい、スワット、グローバルストライクチームなんですけれども、グローバルストライクチーム、はい、こちらのおなじみの FPS、うん、ファーストパーソンシューティングなんですけれども、はい、これ自分はスワット警察機構ですので、はい、撃ち殺しちゃダメなんですよ。ダメなの？まあ、もちろんそれもうやむを得ない場合は、うん、もうやらなくちゃいけない場合もあるんですけれども、はい、できるだけこのテロリストたち、自分は近未来の世界で世界的なスワットチームができたんですね。テロリストがあまりにも増えちゃったんで、うん、でそのテロリストに立ち向かうべく完全に立ち向かったこのスワットチームの一小隊指揮官というのが私、はい、2人の部下を抱えて転戦するわけなんですけれども、まあ、ちょっとさやってみましょうか。とにかく撃ち殺しちゃうとあまりよろしくないんですね。あ、よろしくないんですか？だからまず相手を見つけたら威嚇射撃して、うん、止まれ、ひざまずけ、フリーズ。あ、そういうことをして相手をとにかく脅しっていうか、なんだろうね、武装解除して逮捕するのが目的なんですよ。うん、じゃあ殺しちゃいけないんですね。いや、もうやむを得ない場合やるしかないんですよね。だって向こうだって武装してますから、やられる前にやれなんですけれども。そうですか。で、一回ゲーム始まったら、ほとんどもう、あの、なんつうの、労働時間は気にならないですからね。うん、なるほど、なるほど。ハードディスクにガンガン仕込んでますから。でもかっこいいですね、これ、画面が。はい、で、例えばこれ今、光とか言ってますよね。扉があると、ね、うん、例えば、自分で開けるのもいいんですけれども、まあ、部下に開けて自分はフォローに回りたいときは、はい、いろいろと部下に、指示ができるんですね。今これドアに向かって障子を合わせてるんですけれども、まあ、ブリーチドアといってドア爆破して突っ込む、はい、で普通に入れとかプッシュ押して入れてあるんですけれども、派手に行きましょうか、はい、爆破します、イエスだとか言って行きますよ、ズドーン突っ込め、すごいかっこいい。でどっかにテロリストがいるんですわ。銀行強盗、いやいや銀行強盗やつらですからね。あ、そっかそっか。ほらでここで止まれとか威嚇射撃をしたりして、止まれとかやると、はい、相手が武装解除に応じるわけです。あ、これは手上がってる。それで逮捕、これがスワットのあるべき姿。あ、かっこいい。ただこれが必ずしも行くとは限らないので、そういう場合はほら今多分、ね、自分の部下が倒しちゃったかもしれないですけど、まあ息ありますので、あ、これ味方ですね、警察の人ですね、うん、まあ、そういう人を見つつですね。え、これたくさんいるんですか？ん？敵ですか、うん、最初に実はちょっとブリーフィング飛ばしちゃったんですけれども、うん、ちゃんとその目的に合わせて自分たち行動してるんですね、うん、あ、なんかうろついてる、その辺、ね、足元ちょっと打ったりして、怪我をさせることは可能なの？怪我させることは可能です。足を例えば打ってさ、ほら、いていてみたいな。で、こうやってやるとほら、武装解除して、うん、ただあんまり相手が元気な時に
すばれとか言っても相手やる気満々なので打ってきちゃうんですよねだからある程度こう天井打ったり足元打ったりして相手をビビらせておいて武装解除させる。結構高度ですね。あ、ちょっと打ってほらこうやってやって今足で打ってねちょっと相手ビビらせたところで、うん、座っとだ手上げろ。うーん、なるほど、なるほど。だからかっこいい。もう今までのゲームやりたい人はもうとにかく撃ち殺しちゃうっていうのもあるんでしょうけれども、やっぱりスワットは自分警察なんでそんなにやってもしょうがないだろうってことはやはり、うん、お、後ろびっくりしましたけどこれが味方です危ないやつめお前こそ手を挙げろパンパンパンみたいなね一人で遊んでますいろいろと楽しみます。でも殺さない方がいいってことは、うん、お母さんも安心って感じですね。教育上いいですよね、うん、そうかな。でも威嚇射撃ですよでもはい、このなんか時折こうね怒号が聞こえてきますけど、これがまたなんか臨場感溢れてますね。うん、はい、今また一人武装解除しました。で一回武装解除させたやつを撃っちゃうと自分鬼畜になっちゃうので、うん、それでダメですよね。あ、だからこういう人を、うん、撃ってるわけですよ。それやっちゃいかん、うん、ひどい。それはなんかちょっと良くないです ね、うん、さてじゃ あまた怪しい音が聞こえてきませんか、うん、なんか怪しいですよ。そういう時は優しくちょっと押してみる、うん、おっと爆弾だ。あ、これ爆発しちゃったらもしかして引火してボーンとか。もう全滅ですよ。なのでこの男はですね、部下のこういう爆弾のエキスパートなので彼を向かわせます。なるほど、いけ。あ、副前進だ。これ撃っちゃダメですからね。あ、わかりました。撃てるんですけどね。うまけ症状はしてますけど、ね、で、あの援護ですよ、カバー。あ、カバーカバーして撃つ。あ、そっか、これ解除しないとね。あ、撃たれて、やっちゃいましたよね。そういう時に手上げろとか言っても意味がないので、まあ、そうですよね。撃ち殺してしまいましたが、やっちゃいましたよね。やっちゃいましたね。人質って殺されちゃう場合もあるんですか。これあります。例えばこれ開けますよね、プッシュね、うん、あ、人質を盾にしている。あ、あ、なんてやつだ。え、誰が撃ったんですか今。部下が多分命の危険を感じたんですかね。でもね、いけないですよね。教育的な指導しないといけないですね、部下もね、うん、あ、もう撃ち殺してからでは遅いですよね。スワットだとか言ってもね。うーん、結構難しいんですね。そうなんですね。え、これ声を出すのはなんか、あ、X ボタンを押すとどこでも、うん、スワットだ手を挙げろとか言えるんですよ。うんうんうん、なるほど。それを彼に向かっても、でも同じスワットなんですよ、うん、俺もだよ、ミートゥーみたいなね。ミートゥー、ミートゥー、うん、お前もスワット、俺もスワットみたいな。あ、そうそうそう俺たちスワットみたいな、まあ、そんなゲームなんですけれども、うん、はい、実はこれ対戦もできたりするんですね。対戦、対戦もやってみようかなと思うんですけれども、はい、で右のトリガーに弾を撃ちます、はい、あ、なるほどなるほど。これってみんなを殺し合いなんですか。そうです。なんか二十何メートルとか、うん、ちなみにこの位置が大体わかるので、やばい、まあ、それ目安にしながら、わかんなくなっちゃった。あ、いた、いた、誰かいたぞ。誰かいた。あ、なんか信号がある。まみ先生に殺されました、ね、いやー、あ、ごめん、殺された。私がそんな人を殺しなんてできないのにな、ドキドキ。ちなみにこれ今2人で戦ってますけれども、あ、俺もまみ先生やられた。強いですね、人間ね私撃ってるだけなんですけども、あれ、これ私どうすればいいの。あ、みんなまた復活すんだ、すぐに。うん、とにかく、時間とかその何人とかっていう設定があって、最後まで、生き残ってかつたくさん倒した人が楽しいですね。なんかいた。今まみ先生を倒しました。まみ先生だ。なるほどね。そうそうそう。で、一応武器3種類ありまして、基本的にはこのアサルトライフル、一応ズームで。私マシンガンにしてみよう。マシンガン、死んだ後に変えられますね。マシンガン、もしくはショットガン。ショットガンもマシン式のショットガンなんで連射効きます。どんどんどんって強いですよ。なかなか接近戦ではほぼ敵に近いかもしれないですね。あ、ごめんなさい、殺しちゃいました。あ、それ今リコちゃんが持ってるのがショットガンですね、はい、右トリガー引いてみると、ほら、あ、なかなかいいですよね。ガラスまではあって、ちなみに連射もできますので、どんどんどん強いですよ。殴ってやる、殴ってやる。
あれどこ行ってんだろう私。えい。あれどこだ。あいた。あえい。はい、こんな感じで遊べます。はい。そういうわけでですね、最大4人まで一つの Xbox で対戦とか、遊べるゲームですね。恐竜が2人もあるんですけれども、はい、それで、自分はスワットの一員になって敵を倒すということよりも大砲に向かって努力すると。で、面白い、非常に面白いゲームですのでね、ぜひ皆さんも体験してください。ワールドコレクションなんで、ゲームの中身は全部英語なんですけれども、その全然気にしなかったですよね、今ね。うん、全然気にならなかった。そうなんですよ。なんで、まあ、外国の映画見てる感覚で楽しみますので、ぜひ皆さんも遊んでみてください。はい、はい。ありがとうございました。やっぱ楽しいかもしれませんね。もっと視点の位置とかね、注意してできるようになれば。うん、慣れるまで時間かかるかもしれませんけれども、はい、慣れたらもうパラダイスが待ってますんでね。そうですね。はい、ありがとうございました。2本目のゲームいきたいと思いますが、はい、ですね、2本目のゲームご紹介してくださるのはこの方でございます。はい、マイクロソフトのです。よろしくお願いします。野さんです。よろしくお願いします。野さんご紹介してくださるのは、はい、本日発売のスワットと同じですね、発売の、はい、今日ですね、シュレック2です。よろしくお願いします。シュレックです。シュレック1は映画見ましたよ。あ、本当ですか。はい、これちょっとこんな感じでパッケージ、歯が汚いですよね目がちょっとつぶらなんですよね、うん、シュレックね。はい、すいません、私のシュレック見ました。1だけなんですけど、うん、なんか泥で歯磨きとかしててちょっと汚い感じのなんですよねでもなんか結構ハートは熱くて可愛いみたいな。そうですね、すごいいい人なんで、はい、そうそう、もうゲームでもそこら辺の世界観を忠実に再現してますので、はい、はい、お楽しみいただけると思います。はい、なんかムービーが楽しい後ろは。はい、あ、そうですね、ムービーもすごい楽しいので、はい、まあ、そのほっといてもいいぐらいなんですけども、はい、シュレックだった。一応紹介が、はい、お願いします。でですね、今もう画面に映ってるのはですね、はい、これも実際映画を見た方だったらですね、分かると思うんですけれども、うん、まあ、遠い遠い国というところですね、はい、フィオナ姫のですね、ご両親、はい、王様とお姫様、お妃様ですかね、はいはい、が、住んでるお城になります。でですね、まあ、本当にゲームなんですけども、映画そのもののような世界観なんで、かわいい。しかもその中をですね、まあ、自分がその好きなキャラになり変わってですね、こう動けると。野さんは今赤い輪っかの人ですか。そうですね、今シュレック、シュレックだ、はい、ただこうやってですね、まあ、LR トリガーを移しますと、あ、ネズミが出てきた、はい、あ、このネズミやっつけなきゃいけないんですけど、なんか大きい。ちなみにやっつけるのはですね、この青い X ボタンになります。はい、青い X ボタン、はい、で、まあ、ある時は本当にこの女の子になったりですね。あ、なんか宇野さんが可愛らしく、あ、何ですか今の。あの、各キャラクターによって攻撃のやり方が、まあ、全く変わってまして、馬乗れない。馬乗れないんですね、残念ながら。まあ、こういう枠があります。あ、枠、はい、なんか今光りましたね。で、そうするとですね、まあ、こうやって困ってる人がいるんですね、要は、まあ、助けてくれないかと、はい、いうところで、まあ、イエス押すとですね、まあ、その次のミニゲームみたいなところに進むことになります。へー、はい、こういうアクションみたいなだけではなく、そうですね、ミニゲームも。で、まあ、これ本当チャプターによってですね、ゲームの進み方が全然違うので、まあ、一概に全部がこうだとは言えないんですけど。あ、なんか喧嘩してますね。絵がすごい可愛い。で、これは何をするかというとですね、画面左上に、うん、まあ、18分の6って数字が見えると思うんですけど、はい、要はあれを18分の18にすればいいですね。で、まあ、そのためにはどうするかというと、あそこの、この画面の奥に、うん、なんかうずくまってる寂しそうな人たちがいると思うんですけど、はい、みんなをそういう風な状態にさせてあげればいいです、ね、みんなをかわいそうな状態に、はい、ピヨピヨ状態にすればいいんだ。シュレックの特技でですね、黄色い Y ボタンを押すとこう持ち上げられますので、はい、で、持ち上げつつ X ボタン、青いボタンを押すと、あ、攻撃されちゃいました今。あ、怒ってる怒ってるなんかプロレスラーみたいじゃないですか、これ。こう X ボタンを押すとですね、この見えますかね、青い、はい、赤い丸が移動してるのは、はい、そっちの方向に投げられます、はい、で、投げるとこう、あ、収まると。そうです、収まって、しかも18分の7になって、で、今度はですね、まあ、お買い物をしてる王女がいるんですけれども、はい、まあ、彼女を狙ってですね、悪党どもが攻撃しに来るわけですね。それはまあ用心棒のようにしてですね。あ、なんで歩き方で悪いものってわかるんだろう。全然すごいね。すごいですね。なんかシュレックとちょっと似たような歩き方のようにも見えるけど、うん、ちょっと違うみたいな、のしのしみたいな。なんか雰囲気もいいですね。あの、なんかスキップしてる女の子とか、なんかこう、うん、かわいい。そうですね、この女の子は本当映画ではですね、ほんのちょびっとしか
まあ、赤ずきちゃんのところでほんのちょびっと出てくるぐらいなんですけど、こうやってゲームではですねちゃんとフィーチャーされてですね、はい、大活躍してるわけですね。なるほど。で、まあ、ある程度ですねそのミッションをクリアすると、まあ、ちょっと今次のメッセージで Go to the next level というのが出てきます、ね、はい、で次を選ぶと、まあ、次のチャプターに進めるということになります、ね、はい、ある程度ですね、まあ、与えられたミッションをクリアすれば次に進めるとなるほど。これすごい絵見てるだけで楽しい。そうなんですよね。本当にこの世界観ってもうシュレック2と同じなのでもうこのおばさんも出てきますねお、本を読むように、はい、そうなんです。チャプターができて、で今お見せしている画面はです、ね、本来ですと、はい、まあ、1つずつクリアしていくと1個ずつ見えるんですけど、あ、なるほど。じゃあこれはもう僕全部クリアしちゃってるんですよ。すごい、はい、左側がショーで、うん、右側にスナップショットっていうのがあると思うんですけど、うん、まあ、あのゲームを進めていくとですね、まあ、いろんなミッションをクリアしていくんですね、はい、でクリアしていくとあそこにチェックマークがつく。なるほどなるほど。じゃ あ, あのツリータイムっていうのはクリアしてて、そうですね、12マジックビーンはまだっていう感じです、ね、はい、ただそれをクリアしてなくてももう次のチャプターに進める。そうなんだ。必ずしも全部クリアする必要はないです、ね、まあ道が塞がってしまいましたと。木だ、木だ、で、まあ、あ、その前にその悪党が、悪党がなんかあの姫強いですね。姫強いですね。グッチャー。でまあこうやって敵が喋ってですね、まあ、さてどうしたものか、でその時はですねこの、まあ、この鏡みたいなんですね、行くと B ボタンを押すとですね、まあ、一応ヒントを言ってくれます。でヒントは英語なんですけど、これなんとなく分かるようになります。はい、はい、これ僕の経験上間違いないです。英語の勉強もできるってことですね。あ、できます、はい、でですねこういう時ってどうしようか、道を塞がれてるなって思いますよね。で、まあ、とりあえずシュレックで殴ってみるとかしても効かないと。ただそれ以上に強い攻撃をできるのは誰かっていうとですね、実はここはこのドンキー、ロバットですね。で、各キャラにはですね必ず特殊技がありまして、それはですね黄色の Y ボタンで押すんですけれども、まあ例えばですねこのドンキーはですね後ろ蹴りが得意技なんですね。なんでここで Y ボタンを押すんですよ。こう蹴りを入れて木を倒してくれるんです。ひどい、すごい木が顔の上は橋になるんだ、木が。そうなんです、素晴らしい。次鐘があります。この鐘を叩かないとドアが開かないんですけど、はいはい、これちょっと遠距離ですね、うんうん、ちょっと遠距離の攻撃ができるのはこいつ、この女の子のピンとなると扉が開いて続いてする。だまあ基本的に自分の好きなキャラだけで遊んでればいいんですけど、うんうん、まあ要所要所でですねこのキャラを使わなきゃいけなきゃダメっていうのがあるので、る、はい、さっきの蹴りを入れたりとか、そうですね、物を投げたりとか、はい、でですね、ここから先はちょっと面白いところなんですけど、うんうんうん、これ実はあのチーズ罠の上に置いてあるんですよ。本当だ。だからこのまま行くとネズミ引っかかって焦点されちゃうんですよ。うんうんうん、なので、はい、まあ先にですね、例えば、はい、その女の子の投げるリンゴでこう青いボタンを長押ししているところ的が出てきますので、はい、これで狙いすましてやるとこう罠を解除できる。すごい。あ、わざと今わざとやります。チーズチーズ。そう、こうやって。でも罠に引っかかってでもまたなんか途中からやり直せる。あのチェックポイントって要所要所に出てきたと思うんですけども、はい、あ、そこをクリアするとそこからになる、はい、で特に回数制限とかないのでかなり、楽ちんですね。安心してプレイできると思いますね。スタートボタンをポチッと押していただきますか。はい、そうするとですね、はい、赤と黄色と青のマークがついてるのが分かると思うんですけど、シュレックだ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。僕はクッキーマンですね。イエーイ、クッキーマン僕大好きです。あ、なんかクッキーすごい。そうなんですよ、クッキーマン、あのジャンプしながら X 持つとこうやって投げるんです、飴玉を、飴の棒を。そっか、あ、飴の、はい、あのドンキーこっち来てくださいドンキーこっちだよ。あ、私がシュレックだからね。僕クッキーマンでですね、牛とか殴って、この牛殴るとですね、うん、あの門を蹴ってくれるんですよ。あ、本当、あ、そうだ、はい、よかったよかった、いけいけって言うと蹴ってくれる。すごい、私床やってもいいことあんだな、これ。それで、まあこういうスイカも結構自由自在に壊せる。まあ全然お金にも何もならないんですけど、まあこういう遊びもできるそうです。でですね、ああいうちょっと離れた的はクッキーマンなんですね、こうやって投げる、はい、ちょっと箸が落ちて、でまた誰か牛をですね、けしかけていただいて、でですね、シュレックにはこれもの、あのノコギリのとこ行っちゃうと死んじゃうので、はい、どうするかというと、
シュレック今誰ですか、ね、私です。シュレックシュレックがですね、あの箱が人参の陰に箱があると思うんです。あ、本当だ、あった。そう、 Y がポコンとついてますよね。あ、乗らないで表彰じゃないですか。あ、そっか、 Y ボタンを押した、はい。あ、うん、で、あの木の台みたいなところに持ってってもらう。いや、違います、違います木の台が、木の台、あ、ここか、はい、はい、よいしょ。で、そこで Y ボタンを、はい、はい、そこが台になるんですね。なるほどね。でシュレックは残念ながらジャンプ力ないのでちょっとどいてもらいます。なんだよクッキーマンですね、やっぱり。そうで、クッキーマンこうやって当てるとノコギリがいきます。美味しいとこ。で、次はですね、またここクッキーマンの見せ場なんですけど、こうやってあの蜂がすごい群がってますよね。すごいすごい。でこれ普通に行ってもやられちゃうんです、うん。ドンキーダメだよ、はい、危ないよ、蜂刺されるよ。で、この蜂をですね、どこかに逃さなきゃいけない、うんうん、あ、そうですよね、気を引かなきゃいけない、うん、でクッキーマンがですね、クッキーマンのキャラクターの絵の上に5って数字があると思うんですけど、うん、あ、本当だ、これクッキーマンのスペシャル技でですね、はい、クッキーを投げてそっちに敵の気を引くっていうのが、かわいい。で、まあ、Y ボタンを押してこう赤い的が出ますので、うんうん、で大体場所決めてピッと投げると、おそっちに、でその隙に通るわけです。なるほど、はい、あ、今度豚がいる。そうですね、これシュレック2でシュレックを助けに来た、まあ本当脇役中の脇役の3匹なんですけど、ゲームではこうやってです、ね、フィーチャーされて、で、まあ、いろいろ豚の願いを聞いてですね、どの先に進むというのができるんですね。あ、ニワトリがいる。ニワトリ、まあ、やっつければ逃げますよ。あ、そうなんだ、はい。3匹の子豚、はい、そうですね、3匹の子豚ですね、うん、まあ、いろんな本当おとぎ話がですね、ごちゃ混ぜに入っているのが世界観なので、あ、これ見たことあるとかいろいろできると思います、ね、なんか証明写真それでですね、ちょっとあの本編とは別なんですけど、これボーナスゲームとかですね、はい、充実してまして、ある程度ですねゲームクリアしてい、うん、くとですね、こうやってボーナスゲームが進めます。シャークテールでですね、実はここでお金稼いでですね、また本編に戻れる2人で、あ、すいません あれ今僕ですか、これ。いや、僕でしょ。あ、僕あれリコちゃんじゃないです。あ、リコちゃんか。あ、よかったリコでした。そうですよね。あ、よかったよかった。なんだ、冤罪の罪にかけてしまいました。よいしょ。これジャンプではい、でそこジャンプ、うわー、そう、うわー、かなりこれショッキングなゲームですね。そうですね。で、まあ、お金は本編から引き続いてちゃんと画面右の方にですね、うん、お金稼ぐとなんか、そうなんです、あのゲーム途中でですね、自分のスキルアップできるんですね、はい、そういうのを売ってる。うわ、あ結構難しいですよね。難しい。じゃあちょっと宇野さんにお手本とか見せてもらっちゃいましょうか。じゃあ一回ちょっとやめていただいて、じゃあ一回抜けますか。はい、じゃあちょっとやってみてください。本気出しますよ。はい、本気で。本気の宇野さんが見てみたい。一応あの着地するときにこの黄色い枠が出るので、その方向に行けば間違いないです。あ、そっか。それで、あの上に出てる秒数以内に、あの出口、あ、出口に出れば、はい、そのお金が稼げるっていう。でここら辺はあの時間が経つと落っこっちゃうので早く逃げないとダメですね。あ、ブルーのやつ、はい、紫、うーん、危ない、落ちあ、すごい、中が見えた今華麗なる落ち方でしたね。いけると思ったんですよ。やっぱり宇野さんこうでなくっちゃって声がきっとみんな見てる方もさ本当ですか、ちょっと成長した僕を見てほしかったんですよ本気出してうまくいった試しが。かわいそうに。まあ結構こういうミニゲームでお金稼い。怖い怖い。そうですね。はい。まあハラハラさせないとね。怖いよ。うん、やめよう。やめましょうか。はい。もうシュレック2を見たことがなくてもですね、はい、このゲームやっただけでシュレックの世界観にどっぷりハマられると思いますね。はい、あとは先ほど一緒にやったですね、はい、マルチプレイ。はい。
あれでみんなでですねパーティーゲームのノリでワイワイ盛り上がれると思いますんで、そうですね、はい、なんかかなり楽しかったです、うん、なんかみんなで協力したりとかね、そうですね、いろいろなんかこういうことするといいんだよとかね、はい、ちょっと今日微妙にネタバラしちゃったんですけど、はい、まあ謎解きは他にたくさんありますから、はい、皆さんで4人ぐらいでですね、はい、まあ、いろいろ考えつつですね、先に進むとかなり楽しめるんじゃないかなと思います。なんか進まなくても楽しいですよね。そうですね、ぐちゃぐちゃやってれば、はいはい、追加とかね壊したりとかしてればね、 なんかやった気になるっていうかね。そうなんです、本当にもう風景からして綺麗なので、うもう本当にじっとしてても楽しいっていう、絵柄を楽しむっていう。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、それではですね、なんとですね、今回この、うん、今日やりましたゲーム、はい、この2本を1本ずつですね、うん、皆さんにプレゼントします。いいな、はい、ですね、すみません、スワットグローバルストライクチームと、うん、あとシュレックの方ですね。そうですね、シュレック2お願いします、はい、ありがとうございます。それではプレゼントキーワードを教えてほしいんですけども、んー、じゃあグリーンピース王女王女、え、リコちゃん緑でお姫様だから、はい、グリーンピース王女、うん、そうですね、ここもグリーンですね、Xbox ってね、そうそう、はい、はい、じゃあ、ね、グリーンピース王女ということで、皆さんですね、これキーワードなんで、はい、忘れないようにしてください。ケッチャの、はい、アドレスまで送ってください。お待ちしてます。あとですね、ちょっとワーコレの今ですね、はい、ちょっとしたイベントやってまして、はい、ワーコレのサイトに行っていただくとアンケートコーナーがあります、はい、そこで答えていただけるとちょっといいものがもらえちゃうかもしれない。あ、ちょっといいもの、はい、ぜひワーコレのサイトに皆さん、そうですね、はい、じゃあ皆さん Xbox のワーコレのサイトにもぜひ行ってみてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではリコちゃん、はい、ゲームの感想をちょっとちゃちゃっとお願いしたいと思います、はい、最初の、 打つやつ、スワットのやつは、うんうん、はい、やっぱ人を殺しちゃいけないっていうところが全然違いますよね、今までと。初めてでした。そうですね。はい。それが面白かったです。難しくけど。で、シュレックはすごい絵が面白い。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。普通にいじってると遊んでるだけ、進まなくても面白いです。はい。ですね。あと皆さん協力してね、パーティーの時とか、はい、遊んでみてください。はい。はい、では次回のゲッチャ TV なんですが、12月24日金曜日です。いつもと曜日が違いますのでお見逃しなく、はい、20時からのスタートとなりますので、ぜひ皆さん早くですね仕事を切り上げてみてくださいっていうかクリスマスイブなんですけどね、はい、彼女と見ても彼氏と見ても結構でございます。はい、今年最後の放送ですのでぜひお見逃しなく、はい、ではまた次回お会いいたしましょう。はい、さよなら。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。宛先はこちら。